はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭 SPP のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年12月5日月曜日のホームルームの時間になりました。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、最近ですね、オープニングトークはね、いつもワールドカップのね、話をしてるんですけども、今日の未明ですね、日付は火曜日になっておりますが、運命のクロアチア戦ということでね、ノックアウトステージ1回戦ということでね、これを勝てばですね、日本は初めてベスト8ということで、新しい景色というキーワードでね、森保監督は言っておりますけども、もう新しい景色を見えるのかどうかと、見せてくれるのかどうかということが、今日の未明に決まるという感じなんですね。アジアでですね、ベスト8を経験したことあるのは2カ国のみと、56年前の北朝鮮と、日韓ワールドカップの時の韓国ですね、しかいないということでね、なかなかね、アジアはサッカーね、なかなか厳しいね、戦いが待っておりますからね、ということで、楽しみにしたいと思っておりますということですね。はい。ということで、今日はですね、嬉しい、レターをですね、いただいたので、それに対してですね、返信、収録、配信という感じで、したいと思います。はい。レターの方を読まさせていただきます。チョボ先生、こんにちは。月桂樹のお話でお世話になりました。ひろっちです。ひろっちさん、いつもね、ありがとうございます、本当にね。今回はコアラについて。コアラの指紋は電子顕微鏡で見ても人間の指紋と区別がつかないほど似ているようです。わかるようであればその理由を、そうでなければ事実だけでもよければ配信で紹介してくださいということのレターをいただきました。ありがとうございます。本当にね。指紋です、コアラの。皆さん、コアラにね、指紋があることはご存知でしたか？はい。これね、哺乳類数多くね、いますけど、今ね、新生代は哺乳類の時代ですけども、指紋のあるね、動物っていうのはね、非常にね、少ないんですよね。類人猿な、チンパンジーとかね、類人猿とか、有袋類、コアラは有袋類ということで、有袋類っていう哺乳類のグループに属してるんですけど、他のカンガルーとかですね、そういったものにはありませんし、なぜコアラだけ？で、なぜコアラと人間は似てるの？いうね、お話なんですけども、これですね、生物学的に言うとですね、あるね、生物学的用語が当てはまっておりまして、これね、収斂進化って言うんですよ。はい、収斂進化。はい。これですね、起源の異なる生物に由来する器官や形態が進化の結果、互いに似てくる現象を収斂進化と呼んでいるんですね。有名な例としましてはですね、コウモリの翼とか、鳥類の翼とか、そういったものはですね、起源の異なる爬虫類や哺乳類の前足から独立に進化したもので、収斂の進化としてしばしば引用されるということですけども、あとはですね、我々の目の仕組みと、イカの目の仕組みね、カメラ目ね、そういったものとかですね、この、コアラの指紋も、と我々の人間の指紋もですね、収斂進化の例なんですね。ってことで、全然その生活背景とかも違うし、起源とも全然違うのに、イカとね、我々なんてね、軟体動物と、脊椎動物ということで、そういった動物の分類も違うし、海の中と我々陸上に住んでるけど、カメラ目ということで、目の構造も似てるということでね、全然起源も違うのに、だいたい似てくるみたいなね、そういったものを収斂進化と呼ぶんですけど、これの一種ですね、このね、コアラの指紋っていうものもね。で、このコアラになんで指紋があるのかということなんですけど、で、我々、もちろんね、指紋ありますよね。で、この指紋が、もしもなかったらどうなのかということなんですよ。指紋がなかったら。これね、指紋がなかったらですね、例えばこの指にね、全部にね、ビニール袋とかはめ込んでね、指紋をなくしてみてください。で、それで、紙とかをめくってみてください。めちゃくちゃね、めくりにくいですから。このね指紋があることによって、滑り止めになりますし、で、なんでこう指紋つくのかっていうと、常にこうね、ビブ先から、分泌物が出てるんで、で、脂肪を含むものだから、残りやすいんですよね。なので、指紋検査とかしやすいんですけど、これ、指紋がなかったらですね、なんかいろんなものを掴むときに滑っちゃうし、非常に掴めにくいんですよね。で、コアラって何食べてると思いますか？コアラって、ユーカリの葉を食べておりますよね。ユーカリの葉をこう持って掴んで食べたりとか、それをね、もぎ取って、採集したりしてますから、そういう時にやっぱ指紋があった方が有利なんですよね。だからそういった食べるものがユーカリの葉っぱ食べてるから、そういった、手先の器用なね、細かい作業をするから、進化の過程で指紋を獲得していったのかなと、いうことが言えるかなと思います。あとチンパンジーとかそういった、樹上生活とかしているものは木登ったりしますからですね。そういったことで指紋をついていたのかな。我々の祖先も、チンパンジーと共通の祖先から枝分かれして、類人猿、猿人とか、アウストラピテクスとかね、そういった、人類が誕生してたわけですけど、そういった、祖先の流れを組んでるので、もともと樹上生活してましたし、サハラ砂漠になって、ヒマラヤ山脈ができて、乾いた風が、アフリカ大陸に吹き込んできて、どんどん草原になってしまって、木が少なくなってしまったんですけど、もともとはたくさんジャングルがあったから、アフリカのところにも、だから樹上生活してたので、果実もぎ取ったりとかね、そういった手先の器用な作業がいったから、指紋がそのまま残ってというか、どんどん進化していって、指紋のある人類になってたのかなという感じで、それが修練進化なんですけどね。で、ここでですね、この人間とコアラの指紋っていうのは本当にその鑑識の人が見てみても非常に似ている。本当に見分けがつかない。ね。で、オーストラリアのその鑑識のその声明で、もしもこの指紋がコアラが犯した事件かもしれないみたいなね。もう本当に嘘か本当かわかんないけど、そういったことを声明出したりとかしてるんで、非常に似てるんですね。で、ここでちょっとね、私はちょっと引っかかるのは、人が、コアラの指紋が人に似ているんではなく、人の指紋がコアラに似ているの方が、しっくりくるのかなと思います。はい。なぜこういうことが言うかというとですね、哺乳類っていうのは、さっきも言いましたけど、有袋類に属してるわけですね。哺乳類の有袋類っていうグループにコアラは属しております。はい。で、哺乳類って大別すると、真獣類、有袋類、炭鉱類の3つに分けられるんですね。炭鉱類はもうカモノハシぐらいしかいませんけども、で、カモノハシ、炭鉱類、有袋類、コアラとかカンガルーね。で、真獣類、我々。その、要は、有袋類と炭鉱類以外は全て真獣類です。哺乳類はね。で、この有袋類っていうのはですね、我々よりも先輩なんですね。で、我々って、ホモサピエンス、偉そうなこと言ってますけど、我々が地球の中心だっていうふうに思ってるかもしれないですけど、もう地球の歴史にとってみれば、我々なんて本当に新参者で、もうルーキーなんですよ。我々誕生してから20年から30年しか経ってないから、もうまだまだ新人なんですよ。まだ2、30年しか生きてへん。2、30万年前か。2、30万年前しか生きてないんですよね。だから2、30年、30万年しか生きてないから、偉そうな顔すんなよみたいな感じなんですよ。それでね、コアラはですね、この哺乳類の共通の祖先から、真獣類と有袋類が枝分かれしたのは、もうなんと1億年前なんですね。で、有袋類のコアラの祖先はですね、もう4500万年前ぐらいに誕生したと言われてて、ディプロノドンって言われるですね、もう3メートル近いね、本当にね、もう調べてみてください。もうバケモンみたいなでかい、哺乳類なんですよ。それがコアラの祖先っていうふうに言われてるんですね。で、南アメリカ大陸、南極、オーストラリア大陸が陸続きだった頃に、南アメリカ大陸にいたディプロノドンがこう入り込んできて、で、大陸移動で分かれていって、南極と南アメリカ大陸に分かれました。で、南極と、オーストラリア大陸が分かれていった時に、有袋類っていうのは4500万年前ぐらいかなに、オーストラリア大陸では枝分かれ、大陸移動をしていって、で、そこから独自の進化を遂げてきたんですね。で、山ほど有袋類っていたんだけど、ほとんど真獣類が、幅を利かせて絶滅しちゃいました。他の大陸ではね。だから残ったのがオーストラリア大陸っていうことで、4500万年前から、ずっと生きてるわけなんですね。ずっと独自の進化を繰り返しながら。なので、指紋の獲得で、その、ディプロドドンには多分、指紋はなかったと思うんですけど、そこからこう、進化をして、だんだん生きていくうちに、ユーカリの葉っぱ食べたりとかね、戦略上ね、他のやつ食べないから毒あるし、そういった細かい作業をしていったうちに、祖先から枝分かれして、指紋を獲得したということですね。多分指紋を獲得したのは、コアラのグループの方が我々よりもずっと多分早かったんですね。だから、結果的に今人がいろんな解析とか科学技術をして指紋似てるなっていうことを判明して、発表してるけど、そもそもコアラの方が先で、コアラに我々が似てるんじゃないかっていう方が進化のこの過程から言うと、しっくりくるのかなというふうに、私は思いますねということで。お答えになったのか分かりませんけども、コアラには指紋があるということと、他の有袋類にはほとんどありませんということと、これは収斂進化っていう生物学的にも当てはまるこの、用語言葉なんですね。それで、我々が似ているんではなくて、コアラが我々に似てるんではなくて、我々がコアラに似てるのかなっていう、そういう進化のこの過程というか、そういった概念を取り入れていくと、我々ってまだまだルーキーなんだなということと、これからどんどんいろんなものが進化していく中で、そういったロマンあふれるね、進化のこのストーリーみたいなのを感じ取っていただければ、幸いかなと思っておりますということで、今日はレター返信ということでした。ひろしさんどうもね、毎回ネタの方ありがとうございます。またお待ちしておりますので。はい。ということで今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さようなら。バイバイ。